日本政府アフガニスタン脱出作戦を継続。混乱が続いているアフガニスタンに問い残されている日本人や日本政府関連機関で働いていた現地スタッフを救出するため自衛隊が派遣されておりますが当初の救出期限27日が到来しておりますけれども日本政府は出国を希望する人が 残されてて、いるるとして救出作戦を継続すこれまでに日本人1名、現地スタッフのアフガニスタン人10名程度が救出されておりますが、自衛隊が救出拠点としていた空港周辺で爆発があり、バスなどを使った日本政府の脱出作戦が頓挫してしまっておりますが、 このアフガニスタン現在アメリカ軍などの派遣部隊とタリバンイスラム国が密度燃えで睨み合っている状況でありタリバンの一部がイスラム国と通じているとも見られておりますのでかなり混乱してしまっておりますが今後アメリカ軍が撤退いたしますと脱拠点となっている空港の 完成能力が喪失する可能性もございますので、自衛隊機がアフガニスタンに着陸することが難しくなる可能性もございます。現在、日本政府はタリバンと関係がある国々に対して、外交努力で協力を要請しており、このような 自衛隊の直接的な派遣による救出作戦だけではなく、タリバン側の協力を得る形での救出作戦も検討されているものと思われますが、日本政府にはまだ出国を希望されている方が残されているのであれば、今後も救出が完了するまでは、作戦を継続していただき、 タリバンの関係国に対し、協力を要請し、速やかに日本人や現地スタッフの皆様を救出していただくよう、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました